前撮ってんもん。まあ、ミノブの方向かってるし。うん。今日はミノブは行くな。まあ、行ってもいいけど。あそこの無料のとこ行ってみるかな。駐車場。まあ、無料でもいいんだけど。通りにさ、やってくれって言ってさ、損してるって超怖いな。あの積み立て兄さんの欲に気がちゃんとない人がやるとあれっていうか、よくみんなやる気になれるなと思う。だからそれであれやろうとしたんじゃないの。欲を膨らまして資産を増やそうとしたからじゃないの。無理がないってさ。なんで俺あれでお金増えると思ったの。ニーサで積み立てるのって、まあ変な話、1日100円でもいいから貯金してる方が積み立てられる、うん、っていうか保険で前あったんだけど、幸せの物語っていうの、はい、要は財形貯蓄と似たようなもんで、月3万だか4万だか設定できてて、で 2,30 年後にはプラス100万で戻ってきますっていう制度あるんで、それやったらまだいいじゃん、確率だから。もうなくなっちゃったんだけどね。びっくりしたもん。と思って。なんでそんな博打みたいな、ね、しかも保証もなんもないんでしょあれ。だからニーサってさ、利益になってリターンするときに、そのなんて言えばいいの、利子というかさ、それがありませんよっていうだけのことであって、その。なんだろう、保存したら何も戻ってこないわけじゃん。よくみんなそんなんかけられるな。でもさすがにちょっと勉強不足にしては、人のこと信頼するとそうなるんだよって思ったもん。一つ株に興味あるのみたいな。であれでしょ、キッシーさんは詐欺の多い投資はさせないとかって言ってさ、させてるじゃんみたいな。詐欺ではないけど、投資なんて絶対なんてないんだからって俺は見てたけど、なんでみんなやるんだろうって思ってた。みんなニーサニーサとかっこつけて言ってる。すごいやってる人だったよね。やった方がいいってさ、ツイートしてる人もいたしね。だね。で結局あのあれじゃん、ダウンタウンデラックスのさ、芸人さん、芸人の皆さんとかさ、よくわかんないから手出してないって、手出さなくて正解だったから、やべえと思ったもん。だから投資のがやっちゃいけないんですよ、投資なんて。そもそも理解してないのに株やるって危険だよ。デトネだったっけな、あのグラフ見てさ、風の流れっていうかもう
一番下のところで買って、でその高いところで売るっていう、売るんでしょ、そうっていうね。でも俺年だと思ってんの。だってか積み立てNISAって勝手になんかみんな増えると思ってんでしょ。そんな甘くないって、びっくりしたもん俺。みんな嘘でしょと思って、みんな何信じてんのと思ってたの。よくみんなやれるよと思って。政府のせいにするのも、あれ、そう、政府のせいにするのもまあ一理あるとは思うけど、それはちょっとあんまり信頼してるあなたもどうなのって思っちゃうけど、みんな兄さん兄さん兄さんとか言って、いやそんな、いや夢物語じゃないんだから。左ね、左ね、あ前右行ったんだよ。政府が金くれますみたいなって言ったら記憶してるって思う。いやすげえ景色超いいじゃん。あこれ道ねえんだこっち、ナビは。ここまっすぐ、うん、道なりじゃない。ここナビでも道がないんだよ。かすかに走ってるわ。かすかな。これまっすぐでいいんだな。とりあえず道だね。いいな、このエイテ、エイテ、エイテの神社。いいね、こういう神社すら書いてないじゃん。こういうところ、これ、これまっすぐ、でも道なり、面の大きい道を道なり、道なりがどこの道なのか分かんない。まあ、ここにもでけえ寺、なんかあれっぽいよね。すごいね、この寺。埼玉のあの、行こうと思ったお寺を。この寺、うん、ああみんな損した損した損した。まあでも手放す人はもう手放すってやってんじゃない。うん、大損する前にこれこっちね、右、うん、もう門戸道なり、ああ道なり、一応左も行けちゃうけど道なりだからね。ちょっといろいろよく分かってないんだけど、どんぐらい得してんだか。一時停止標識で左方向。一時停止標識で左。あんかいいね、こう鹿が出てきそうな。ああ、突き当たりは左ってことか。うん。右脳トンネル。右脳。右脳トンネル。右脳。右脳。あ、右脳ね。右脳って感じ。しかし山梨はトンネルと比べられてる。そんな大して交通量も多くないのに、ライトのこの弱々しさが、一時停止標識で県道9号を左方向で、いい10種類5くらい難しすぎて、こう左、あーこれか、こっからなんか道出てる。なんだこの道は、なにこの辺の資料館あるよ、着物の、全然着物の、あんまり興味ない、やんが面白かったりするけど、でもいいや。昔コスプレしてた時、独学で着物とか着付けしてたけど、右方向、県道9号ここだよね、多分これを右ってことだ。あ、そうだね、下辺温泉元巣だ。あ、もう道なりなんだ。まあ、もう道なりだね。今のところ 450m 先、右方向、県道9号元巣本店へ。どこだ、これ多分、右行かなくちゃいけないんだろうな。あ、これか。あ、違うの。ここでしょ、多分。うん。分からなくて。